やってる？やってますよ。ラテンチャンネル。はいどうも、やる気元気よつき、あさとよつきでございます。そしてあなたの遊び心に電源女のね、電源勇気なのね。はい、よろしくお願いします。のね、クロノス教育かな、 GX。 どうも、校長代理と言うなさいの。あ、そういやそんなキャラだったね。で、今回ですね、天元さん買い物シリーズでございます。皆さん、9月になりましたよね。そういえば夏休み楽しんだか。残念、もう新学期だ、ざまるよ。そういやそうだったね。エンドレスエイトは起こらなかったのか、知らない間に終わったのか分かんないけど、はい、9月に入りまして、9月といえば仮面ライダーがね、あの新シリーズ、新しい作品がね出る回に、まあ、回っていうか、まあ、月になりますので、いやー今ね技術ロスがねすごいんですよね。いやー作品良かったからね、うん。で、9月からはですね、新仮面ライダーの作品ですよ。もう仮面ライダーガッチャードがですね、放送開始されて、まあこのね配信時間的にも1話が終わってところですけど、はい、まだ我々見てないんですよね、はい、これ前撮りしてるので、はい、で、その変身ベルトが、2023年の、9月の2日にですね発売になったわけなので、これがあるわけですよ。はい、はい、こちら、デラックス変身ベルト、変身ベルトか、変身ベルトデラックスガッチャードライバー&ガッチャードローホルダーセット。はい、はい、これをですね、天元さん買ってきたというか、ぶっちゃけ言ったら予約して買ってきたということで、今回はこいつを開けていきたいと思います。はい、で今回の、仮面ライダーガッチャードは、カードで変身ということで、ディケイド以来かな、うん。右手左手手を合わせて君の手で切り裂いて。そういや今回の仮面ライダーガッチャードは錬金術の話だったよね。そうそうそう、錬金術師の話だよね確か。そうそうそう、だから錬金術師手を合わせるっていうので、おーってね、さっきね天元が歌った曲の作品を思い出すというか思い浮かべる人もいたり、あとカードを使う、そしてガッチャっていうから GX をね、さっき最初クロン先生やってたけど GX をまあ思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますけど、もう一部の方はねこいつをなんかドンブラズ言うやつ思いますね。そう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 、目があったな、これでお前との縁ができたってね。あっちゃったあっちゃったっていうように、まあいろいろとね、なんかいろんな作品をちょっと喪失させるような感じになってますけど、はい、今回ねなんか噂に聞くとこのガッチャードライバー分厚いらしいんですよ、はい、前回のギーツの方はデザイドライバーか、あっちはそこまで分厚くなかったんだけど、創生のね、神の力の、マーク9か、あれをつけると結構分厚くなるんですけど、今回結構分厚いベルト、まあ、ドライバーになるみたいですね。はい、で表はこれで、裏は、うん、横はこんな感じ、うん、裏、裏面いっぱい書いてるよ、いっぱい書いてるよ。で横はい、よかった、です、ね、はい、で今回カードということで、ライドケミーカードだったかな、はい、っていうのが、普通にまあ我々よくハマってるカードゲームのパックリのように、販売もされております。はい、で、いろんな YouTuber さんが、まあ、先に、まあ、先行販売されていたものでレビューされているので、まあ、おそらく見ていただいている方もいらっしゃるかと思いますけど、はい、このガッチャードライバーなんとスリーブ対応しておりません。なんだよ膝刺すんだよ。で、スリーブなし推奨になるんですけど、なんか噂によるとスリーブ入れるとね抜けなくなるというので、多分プレパン用になるとな抜けるようになるんじゃない、シックカードになると思うから、うん、そこまで気づいかないと思うけど、はい、今回紙カードですからね。はい、じゃあ、はい、開けていきたい。さあ開けるんだ。開けます、ちょっと開けますね、ちょっと開けます、はい、今日はね電源ねカッターナイフ忘れたんですよね。心をカッターにするんだ。カッター、カッター、高かった。さあ天元さん開けております。は
セロハンテープかてえな、レベル高えなこいつのセロハンテープ。レベル何もだ、99か。天元レベル10だよ。10なの、10なの、レベル10なの、天元だけに。あ、なるほどね。でへっ、よっちさん、あ、ちなみに、今回のガチャドライバーは、単4電池が何本いるかな、3本いるみたいですね。はい、よし、開けました。はい、なんかなんか破れてる。あれあれあれ、重た重た。すいません、これホルダーだ、ドライバーこっちだ。あ、いいよ。はいはい、このように、ベル、ドライバー本体に、ライドケミーカード、そして、ベルト止めに、ベルト帯と ねでこっちの方に、はい、カードと、カードと、なんだこれは、ホルダーです。ホルダー、おー、そうか、今回ホルダーセットですね、はい、ホルダーはこれ腕につけるタイプかな。うん、感じです。これが最初につくのいいよね、はい、うん、ディケイの時はなかったからね。あー、そっか、ライドホッカーはね別売りだったからね、うん、よっしゃ。はい、こちら。で、天元さん、はい、電池持ってきてます。持ってきてます。持ってきてるけど、どうやって入れるんですか。おー、ドライバーセット持ってきます。はい、最近のね、あの電池蓋って細い棒とか入れないと開かないんで、まあちょっとそれがね、うん、ちょっと私は懸念していたわけですよ。はい、で、こんな感じにですね、なっております。反射するからちょっとやりづらいんだけど、うん、結構分厚いんですよね。めっちゃ分厚い、めちゃくちゃ分厚い。はいはい、裏面は、こんな感じにね、なっておりまして、ここですよ、このボタンの蓋押さない と、開かないわけなんで、スイッチここですね、はい、上にありますね。はい、でカードはこんな感じです。カード、はい、開けますね。開けましておめでとうございます。意外と分厚い、食わなかった、うん、はい、ホッパー1に、さあ読めるか。読めない。オーリッパーかな。ほう、読めない。リッパー武士道かな、これは。うん、ディープマリーナスチームライナー、それはよく言われてるからだね。の、5枚入ってます。これ左上の数字何なの。一応数字はちょっとこれ関係ないんだけど、うん、だいたいね、こことここが10なるように組み合わせて編集するみたいです。へー。で、ここ見えるかな、ここに相性のいいカードはね、番号を振ってあるみたいなんですよね。こういう感じでね、ライナーとライナーと、ホッパーマンとホッパーマンと、こういうマークが貼ってるんですよね、うん、はいはいはい、そういう風に見て、あの組み合わせ編集してくださいって書いてあるんですよね、うん、で、裏面が、はいはい、このようになっておりまして、左右でガッチャンコして、まあ、一枚のね、顔を作るっていう、はい、ような感じになっとるわけでございますよ。はい、じゃあね、ちょっと、はい、今から電池入れるんでね、はい、ちょっと少し皆さんお待ちください。はい、はい、電池入れてきました。はい、入れましたよ。動かない、光らない。電源入れろよ。あなたの心に電源。ああ。おお。あ、そっか。小西克樹さんだっけ。はい。こんな風になってますね。これ閉じるとちゃんと矢印のマークが出るんですね。そう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 。で閉じるとこっちにあのあれが出るから、うん、いいな。いいねいいね。じゃあ早速ね、はい、編集したいと思います。編集しよう。まず、左の方に
ホッパーマン。逆だ。逆だよ。持とうか。はい、いけるいける。いける。この音は1号の音ですね。こっちは反射して。その電車の音ね。うん、そしてガッチャン。おお、カラフルでいいね。で、で一つ後が、はい。フィーバー。ひと、あの一つ後がね、あのこいつの変身の色と同じで青と水色っぽい色に光ってますね。おお。でちなみにこれに変わると。あ、変わらないの。一緒じゃね。変わらないか。必殺音一種類。一種類。そこはリタイアドライブとなんか違うで、抜くときは、押すと上に上がる。上がる。遊ぶな。いや、遊んでいいんだけどね。玩具だから。ね。ちなみに、こういう風にちょっと顔の違うやつやってみようか。うん。あれ。押せよ。で、一回抜きました。はい、で、入れます。で、入れるのはこいつです。名前がわからなかったやつ。さすがに反応はしないんだな。人だとは。ちょっと答えたと思うんだけどね。こっちの方がなんか浮くんだよね。なんか浮くよね。うん、こっちの方がめっちゃ早く浮く。うん。という風になってます。はい。まあ他のカードの変身も見たいんですけども、ちょっともう一つね。あの、これ、デラック、あの、スーパーセットなんで、もう一パック入ってるんですよね。ほう。これちょっと開けてみます。はい。開けましたよ、はぁ、あ。で？で、入っていたのが、はい。カマキリ。カマキリ。マジシャン。海賊。パイレーツ。で、人参？人参？なんか人参絵なんなん今回で人参かそれ人参だこれハバネロかグーガーあと読ませよ、うん、なんか唐辛子な気がしてさ、うん、するんですよねで合計これで9枚入ってますはいで、はい、一応裏面はね、まあこんな風に入ってます。うん。はい。じゃあちょっと変身していきます。他に相性のいいやつって言ったら、これとこれか。はい。いきます。まずこっちに、この。さっきの。さっきの。で、次はこのカマキリ。ホッパララッピーヒカでもちょっとニーズは好きだな、うん、じゃあ一つ技いきますなん
んかテンション高くねえか。高いな。まあこんな感じになってます、うん、さっきから抜く操作のやつ忘れてね。忘れる。すっごい忘れる。でパッと見これとこれは衣装が合うでしょ、うん、さっきのホッパー、スチームホッパー、うん、であと相性がいいのがねないんですよね。ここで実言うと合うのはないんですよね。あ、これとこれ合うか。合いそうだよ。ちょっと違うな。ちょっと違うね。あー違うんだ。これも違うし、これも違うし、ちょっともしかして変身できるの2種類だけ、このカードあかもしれない。なんだよそれ。あのドンブランみたいなやつは変身できないってわけとか。なんだよそれ。というわけではい、買ってきました。パックがね、まあ今回ちょっと4パックだけ買わせていただいたんですけど、はい、まあパッケージ見ると分かるように、まあホッパーワンとかもいるわけなんで被る可能性もありますけど、はい、まあ新しいコンボがね出てくるかもしれないんで。ちなみにこれのガラチガのレア度高いのあるんですけども、ほう、それ自慢されちゃう。下手したらなんか10万とかっていくらしい。高っ。噂でね、噂ですけど、うん、まあ、実際は分からないですよ。じゃあちょっと一泊分けていきます。はい、えはい、早速から読めない。カリュウ、カリュウとか分からない。分かんない。読めないんだよね。ホタル、ホタルでいいや。ホタル、消防車、消防車かな。ロケット、スケボーか。あ、スケボーってことはこれであれガッチャリーな変身できるね。で光ってるカード、おお、ショベルカー、ショベルカー、うんです。これちょっと後でね、また裏に皆さん、うん、どんどん開けていきます。とりあえず開けていこう。いきますわ。2パック目。はい。はい。わからない。わからない。まあ、これからね、作品見ていけばわかることにはなるだろう。うん、ジェッター。うん。とりあえず被ってないだけ。うん。被った。被った。よい。言ったら被ったよ。お前フラグ立てんなよ。余計被った。被った。被ってない。チャリ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 チャリチャリチャリ。チャリチャリ。チャリチャリ。チリンコチリンコ、はい、はい、おガンマ、ガンマ好きよ。携帯、はい、あこれもなんか出るんかな。確か出るはずだよ。いかぶった、かぶった、アリー、アリー、おめちゃリア高いやつ来た。おすげえ、光り方がすごい。 UR、 おウルトラレア、レアやったね。まさかあのおさむらさんで来るとは思わなかった。おはい、じゃあ最後になります。はい、バックいきます。最後はねガラチア欲しいな、なんか。はい、パイロレッツ、パイレッツ、ハバネロ、ハバネロ、かぶりバカだな。お、ホッパーは、お、お、スチームライナーの UR、 おいい ね。ちなみにねちょっとこれね、あの、はい、パック開けてちょっと気がついたんだけどね、はい、ちょっとスチームライナーでやろうか。ライムがちょっとすぐ出ないな。あったあった。スチームないな。うん。曲がります。曲がらない。硬い。おお。これは紙なんだけど、これなんかすごい分厚い画用紙みたいな。画用紙めっちゃ硬い。でもこれ多分使ったらそんな傷つくなるな。まあ、ね。コレクション用だなこれ完璧に。うん。うん、じゃあね、今当たったもんでね、ちょっと相性のいいのなんかあるかな。まあ、パッと見すぐできるのは多分、これですかね、パッと出るの。うん。じゃあちょっと変身します。はい。レジェンドライダーもこれパック入ってるんですけどね。今回当たらなかったな。うん、はい。サムライさん。スケボー目があったな、これで縁ができたな。じゃあ変身いきます。変身したぞ、いきます。
なんかさっきのなんかランプの街のほリーポの方が好きだな個人的には。やっぱり答え者なんだね。こっちは出やすいけどこっちに出にくくなってますわ。うん、他なんかいけそうなのあんの？ちょっと待ってくださいね。ちょっと裏面でこれ見た方が早いな。うん、パッと見なさそうかにゃー。なんかもう一つぐらいなんかあってくれ。なんかいかついもんがめちゃめちゃ目合ってるんだけどさっきから。これでお前との縁ができたな。できたな。これちょっとさ思ったんだけどね、同じカードあえて同じカードちょっとやってみたらどうなんだろう。多分通常の何もないあれだと思うけどね、うん、人間。あ、バーニングネロだからハバネロだね。ハバネロか。エラー。同じカードエラーなのかな。いや多分ただ反応しないだけ。お、これは同じカード反応しない系か。か違うな、早すぎるんだな。よっしゃ、いきます。早かったな。うん、やっぱ無理か。うん、普通のだね。でも、さっき顔だけバラしときます。うん。あとはね、ちょっとないんですよね。パッと見。まあ、今後だね。今後ですね。で、すごい気になるのがさ、はい。これ上にくぼみがあるんですよね。そう、何なのかなーっていうので、まあもう販売決まってるんですけどね。確かあのなんかね、ホッパーワンとかのなんかちっちゃいのが出るんだけど、あれ刺すんじゃないのって話は出てるけどね。で、特典のこれ開けてみます、はい、忘れてた。で、残念ながらね、天元さん、そのカードはね、映画を見た人の来場者特典でコンボが決まるんですよ。映画見ないとダメなんすわ。やった、スチームホッパー当たったよ。そっちはね、そっちはいけるけど、そっちがね、あれ映画？あ、うん、映画。いや、映画違う？ないか。ズルできるかなと思ったら無理だったか。無理ですよ。あれ、ここだったっけ。それかあっちか、あの特典の方のあっちのカードかな。どっちかでね、反応するはずなんだよ、ね。で、あと実はもう一つついたら、はい、ホルダーの方ちょっと見てみます。ホルダー、はい、ホルダー何枚入るのかな。ちょっとやってみましょうかね。うん、H に無理だ。1枚。ただこの分厚いタイプだからね。分厚いやつは1枚。逆にあのこっちに付属してたあのちょっと言葉悪かった、すいません。キャッチー方やったらどうなる。コモンね。レアじゃないコモン。こっちのかあのついてたやつです。これは1枚。2枚。あれ、この辺あると思ってたから準備しなかった。はい、3枚。4枚。5枚。結構入んな。
っと待ってくださいね。ちょっと、パックダイスと混ざってしまった。こんなっけか、あと。あ、こっち、もう入らないか。何枚だっけ ?1、2、3、4、5枚。5枚。で、こっちの方がね、溝が多分深いんでね。1、2、3、4、4枚か。4枚。少ねえじゃん。少なかった。4と5で、まあ、9枚。9枚。さっきの爆のあれは全部入る予定か。ってことだね。うん。これ腕につけて、こうやって、ジュジュン。ドロー!モンスターカード!おいおい、やめろやめろやめろ。全部モンスターだから。9枚全部モンスターだから。9回攻撃か、ひどいな。はい、以上となっております。さらに?さらに?さらに今回特典版があるわけなんで、はい、これですよ。映画のね、ところで登場した、なんだっけ、名前。エースワン、やったかな?あれ、ワンネス、うん、あ、これか。ネスバックルか。うん。それとの連動ができるはずなのよ。ただ映画特典とそいつだったか、今回のやつでいけるのかはちょっとわかんないけど。ちょっと当てますね。これと、どこ行った？これか。こいつ。うん。できないじゃん。いや、ちゃんと入れろよ。コンボできたね。うん。スペシャルフィーバーとなってます。はい。よし。じゃあこれをここにはめ込んで、はい。でちょっとパンダくん。あ、パンダくん。そのレイズバックル、電池いるんじゃない？マジで？紐入って、ついてないから、うん、それね、これ電池。ボタンじゃない？あ、ボタンか？ボタンだね。音鳴るのかな？それ、わかんないけど。あ、電池ないですね。電池入ってないですね。電池入ってないのか。はい、電池入ってないですね。ボタン電池いるのか。ボタン電池ですね。ボタンまで予想したら L45 じゃないですかね。ボタンは持ってきてないっすわ、さすがに。そういや、そうでしたね。じゃあこれまた今度ね。はい、次回ということでね。はい。じゃあちょっと、あれなんで。本来であれば。じゃあちょっとまあ、あれなんで、ちょっとついでに。マーク3か。これとの連動だったんですけどね。なんか反応おかしいよ。あ、そうか。なんか混ざってない？混ざってたな。まあいいや。これが本命じゃないし。うん。まあこれ次回ですね。次回ですね。はい、となります。はい、ギーツはこんな感じです。ギーツガッチャードだな。ガッチャードですね。はい、じゃあまああとね、また9月なんて言ったらいいんだろう、あとはめた。また
9月になったらね、9月の末中旬ぐらいになったらね、また新しいライバルライダーの剣とかも売ってると思うんです。はい、それはね、剣どうしようかちょっと今天元考えてるとこなんですよね。はあ、剣で言うて思い出したことがあるんですよ。バッファ、いやー全然見ないんですよね。バッファ、バッファの許可本はね、あの V シネなんで。あれプレパンだからかい。プレパン、あれ4つ、あれ4つ、あれ4つ、あれあれよっちゃん、あれあれ、はい、ギーズのバッファの喧嘩っていう話は流れました。はい、流れました。お流れにしました。はい、それでは流れたことで皆さん解散、はい、解散。いつでも愛がある気に入ってくキスミ、忘れられないから僕の大事なメモリ、どら焼きは主食になれない、ならば上書きしちゃえば僕の思い通り、とそばで見てるよ、バックアップは任せて、左から右へと出来事があちこちどち、君はここにいるの、バスで長崎でしょ、いい加減に小指から見えないと主張しない、騒いだ瞬間の音合間ごと逆に触るなんて気にしてるからに決まってんじゃん、子供信じて幸せになれるように元気らしく、また些細な朝そこからあるレディ、いつでも愛だよ君に見ているキスに、忘れられないから僕の大事なメモリ、どら焼きは主食になれない、ならば君は隠しちゃえば僕の思い通り、夢からビビ覚めないで覚めないで、ぬくもり逃げないで、まだ朝はたっぷりあるからあと5分、40分待たせて。